皆さんこんにちは、もたいです。ちぎりくんのお誕生日が明日ですね。そんな栄えある前日に。前日って栄えある？もたい同担さんにひどいことを言ってしまったの。そう、ひどいことを言った。とても人間とは思えない。ブルーロックのあのゲームの方、プロジェクトワールドチャンピオンでね、同担の子が、もたいさんゲットできましたよ、クリスマスのちぎりくん。いやでもこれみんなもらえますよね、無課金でいけましたもんって言われて、もたいはあーだよねあーだよ。いや、あの無課金はいい、無課金は大丈夫。でもさ、みんなって何、みんなって何なの、私は課金をした、だって来なかったんだもん。いやでもね、別にね、私は来なくても、来ても来なくても課金はするよ。だってその初日、イベント初日に課金をすることによって、ちぎりひょうまくんのイベントだから課金したってことが分かりやすいわけじゃん。ということはそこでいっぱい動いたら、ちぎりひょうまくんが人気だってことが運営さんに分かるから、今後ちぎりひょうまくんをもしかしたら優遇してくれたかもしれないっていうチャンスなわけじゃん。そりゃ課金するよ、美課金でもするよ。でもさ、みんなって何、みんなって何なの。ログインボーナスじゃないぞ。私はその子が課金をしなかったからどうこうというわけではないの。そんなお手軽ログインボーナスホイホイではない。ここにあの全然来ないやつがいる全然来ないやつがこの世の中にはいるんだよ。いやー、傷つけないでくれ、そんな私を傷つけないでくれ日頃の行いが悪かっただけだけどさ。いや、そりゃ悪いことだけどさ。何が私のこと線に触れた？いや、本当に無課金のことではない。私だって大した課金をしていないから。みんな、ほいほい、もらえる汗をかかなくてもいいと思われていたことかな。もう全部をホルモンのせいにしたい。もうこの世の中、私は全部ホルモンのせいだと思ってるから、全部ホルモンのせいにしたい。もうどうやって謝ろう。なかったことにするのもなという気持ちではいる。せっかく話しかけてきてくれたのにね。もたいもたいえで、結構23日空いてませんかって聞かれたんですよ。でも絶対にこの日は働きたくなくて。ちぎりひょうまくんのお誕生日だよ。もうバレンタインとかいらないじゃん、クリスマスとか自分の誕生日とか。もう全然働くよそんな日は。今たくさんの人を敵に回した気がする。何のために毎日泥水をすすってると思ってるんですかって私は言ったことが一回あるそんな地獄のような毎日を過ごしていたかしらいや、もうちょっと楽しいんだけどな、だいぶ楽しいんだけどな、おかしいな。わっはっはって、なんか体を動かしすぎてガッサガサガッサガサっていう音が入ってる。私の音です。もうやっぱり全部ホルモンのせいにしたいよね。私の心を落ち着けるために、ちょっとちぎりひょうまくんとは関係ない話を少しするんですけど、だって明日を迎えられるかわからないもん。落ち着けなきゃ。名前は書いたんですけど、あのもうちょっとあのちゃんと書いてくださいとお叱りを受けましてでも私わかんなくて、ここってつながってるんですかとか、ここってどうなってるんですか、ここ離れてるんですかって聞かれたんですけど、おーって思って。そう、割と私もたいももことして疑わしいことが結構多いんですよ。まず自分の漢字がよくわかってない。だってパソコンとかで、ほらスマホとかで打つと出てくるけど、あれって略字なんですよ。略されてて、でそれプラスマイナンバーカードを作るときに、もたいっていうこの漢字が表記できないから、こっちの漢字にしますねっていうのが来たんですよ、通知が。でもね、あのそれがどう変わってるのかがもうビフォーアフターわかんなくて、ちょっとフォントが変わったかなぐらいなんですよ。いや本当にわかんない。で私自分の名前もあの不意に忘れたりとかで、あと私家族の生年月日が言えないんですね。あんな変わるもんでもないのに全然覚えられなくて、だからあのもたいももことしてあの役所で証明するときに、その家族のほらね、年齢とか生年月日とかあの言って照合するときあるじゃないですか。もう誰もわかんなくてすっごい疑わしいの、もたいももことして。で結局あの3個ぐらい前とか4個ぐらい前までの住所言えますっていうそれは言えるんだ全然使ってないのにそう、それは言えるんですよ。そうだからね、もたいももこあんまりね、ちょっともうちょっと自分に興味を持った方がいいよね自分の漢字ぐらいは書けるようになった方がいいよね。そうだから全然ね、あの皆さんが書く上で私の漢字があの間違ってたとしても、あの大丈夫、私自分でも今間違ってるもん。どれが正解だっけ、わかんない。
で、確か一回私ちゃんとかけたんですよ。でも、最初の3年間ぐらいずっと間違えて書いてたみたいで。自分ですらさ、間違えて書いてんだからさ、人のことをどうにも言えないよね。あとね、ロリータネームというものがあるんですよ。割とロリータの方って、ご自身の本名ではなくて、まあ、ニックネームをご自身で考えて、そちらをね、名乗ったりとか、SNS とかでしているんですけれども、私はそういったものを名乗ったり作ったりする前に、もうモタイっていう印象が強すぎて、予約をするときとか結構覚えてくださるんですよ。で、仲良くなるとモタイさんとかモタイとかとなるので、一瞬呼び捨てが入った。そう、それで、何ですかモタイってって感じで、周りの方がね、気さくなロリータさんとかが、なんでモタイって名前にしたんですかって、地獄の始まりだ。本名ですって言ったら、あ、みたいな、ちょっと気まずそうな雰囲気になって、あれなんかすいませんっていう気持ちになった。でもしょうがないよ、モタイはモタイなんだから。なんかもうちょっとキラキラしたお名前とかね、憧れるよね、見かけれよとかね。よっしゃ、すっきりしました。明日は浅草杯だ、楽しみだな。あ、なんで私あんなこと言っちゃったんだろう。一番最初の話ね。私の方が年上なのよ。多分。え、そうだっけ？あ、覚えてない。でも私の方が年上なのよ、多分。うん、多分。だったら私がもうちょっと大人な態度を取るべきだったじゃん。あ、なんで推しの誕生日前に私こんなことになってるんだろう。いやー、まだまだだな。自分のことをしっかりと抑えきれてもいないし、名前もちゃんと書けないしな。世の中って作品に対して自分が見る主観と、あとそのメディア通してとかファンを通してとかあると思うんですけど、もうその点ではね、推しにご迷惑をおかけするような状態なわけです、今の私は。まあ、推しの誕生日前にそういったところを見直せたのはすごく良かったことだと思う。やってしまったことはもう仕方がない。これをどう自分の中で消化していくか成長していくかっていうところだと思うから、もうここで落ち込んだりはしない。もう次につなげる。だからもう今日からも変えるつもりでいきますよ。明日からとかも来年からとかだったらもう私は絶対にやらない。今日から変わる。